で、来るよ。抱きつき。ここいや、どうだはい、どうも、エターナルマサオです。今回ですね、スラッシュアックス専用装備、4パターンぐらい作ってみましたので、よかったら見ていってくれないか。ということで、やっていきたいと思います。まずは、今、作った中で一番快適だったなと思う装備。こちらですね。回避性能レベル5。毒属性強化レベル3。強化持続レベル3。高速変形レベル3。そして、超回心弱とかレベル2で、技物がレベル2、かきりみ使いレベル2、力の解放、ひるみ軽減。もうなんか、快適スキル全部つけちゃったなーって感じの装備なんだけども、これがね、思ったより火力が出たんですよ。本来は、回性能レベル4の弱点特攻レベル3にしてたんだけども、回性能レベル5もいらないかもしれないんだけども、レベル4にしたなら、どうせならレベル5にして、もうより快適にしようっていうコンセプトで作りました。で、強化持続なんだけども、ナルガ武器は毒瓶で、さらにゴアフロストアンバーは強属性瓶なんですよね。で、このね、強属性瓶も溜まるのが早い。なので、強化持続なくても全然いけるんだけども、やっぱりあるとないとではね、なんか違いますね。結局、強化持続がついてることによって、瓶の追撃が、こう、長くつけれるんで、結果的に火力が上がってるっていう感じだと思います。で、技物をつけてる理由はですね、ナルガ武器でも、やっぱ切れ味の消費がすごく感じるんですね。なので、レベル2しかつけれなかったんだけども、それでもないとあるとではちょっと違ってくると思ったので、より快適性を求めたので、こういう感じになりました。では、装備と装飾品紹介していきます。五石がですね、結構いいのを使ってるのかな、これは。かきりみ使いレベル1、高速剣形レベル1がデフォでついてて、スロットが2、2、1でついてました。これがね、うまいことオロミドのヘルムと噛み合っちゃって、これね、つけることによって、高速剣形レベル2の、そして、スロットが2、2なんですよね。で、五石が高速剣形レベル1ついてて、2、2なんで、もうこれだけで、高速剣形レベル3のニスロが4つついてると。めっちゃ強いよね。いや、めっちゃ強くて。もしかしたら、結構いいお守りかもしれません。で、装飾品が武士ロも使います。回避性能強化持続、強化持続、毒、回避性能、そして毒ですね。なんで、ここはゴアフロストアンバーにするときは、氷を入れてください。で、実際にゴアフロストの方でラージャンを狩りに今から行きます。なので、それもよかったら見ていってください。多分ね、6分ちょっとで枯れると思うんだよね。まあ、俺の腕次第だけど。お次は、競技機敏に向けて作ったスラッシュアックス装備。スキルがこんな感じで、攻撃レベル5、弱得レベル3、強化持続レベル3、高速剣レベル3、超回心2の力の解放2、そして属性がレベル2つけれて、ひるみ軽減。まあ、あんまり無駄のないスキル構成で、火力に特化したって感じですね。で、やっぱり強化持続をつけてないと、この競技機敏の武器っていうのはですね、あまりにもつかもにならないと。スラッシュアックス使ってる人ならわかると思うんだけども、溜まるのがものすごく遅いんですね。なので、強化持続は必須なのかなと。で、こちらは弱得をレベル3にして、力の解放をレベル2にしているので、0% の武器でも、70まで上げることができます。ちなみにさっきの構成だと、弱点特攻レベル2なので、もともと回心率がある武器向けって感じですね。で、こちらは五石にですね、攻撃レベル3のニスロ。これも割かしいお守りかもしれない。割かしいお守りかもしれない。ある人はぜひ作ってみてください。では、装飾品いきます。強化持続、強化持続、ひるみ軽減、高速変形、ここに属性用のやつですね。ここはなんかお好きなものを入れてもいいと思います。それでは3つ目の装備紹介していきます。はい、3つ目のコンセプトは、攻撃特化にして、さらに匠をつけてるってやつです。匠か技物かどっちがいいかわからないんだけども、匠をレベル2にすることで、青ゲージが伸びたり、白ゲーが発生するものがあったりもします。そういう武器に、こう使っていきたいなって感じですね。で、攻撃力もレベル7にしてるので、かなり火力は出ます。で、これでラーちゃんが5分30秒かな。ただ、立ち回りがね、やっぱね、難しくなってくるので、そこをどう捉えるかって感じですね。で、強化持続がないので、競技瓶にはお勧めしません。スキルはこんな感じで、装飾品がこんな感じです。これ、武器スロも一応使っちゃってます。攻撃、攻撃、攻撃、めっちゃ入れてるな。ひるみ軽減、高速変形。ここに属性のやつ入れて、そしてさらに攻撃。で、五石は攻撃レベル3のニスロのやつ、さっきのやつを使ってます。でね、腕が変わってて、これあんま使ってる人見ないんだけども、匠レベル2がついてる。これ、マガマガの腕ですね。これ意外といいと思ったんだけど、どうだろうな。うん。こんな感じです。で、お次。めっちゃあるでしょ。次のはちょっと変わっています。ちょっとこれ、ボツ案なんで、あんまり参考にしなくてもいいと思うんだけども、属性特化型のスラッシュアックス。はい。属性特化です。回心撃属性をつけて、属性の強化もレベル5にしてると。で、このレベル5が、まあ、オーバーかもしんない。属性値には上限がありまして、まあ、オーバーしてないかな。黄色表示になってないから。で、匠もレベル3なので、白毛が出てます。まあ、ここがポイントですね。ただし、回避性能も強化持続もついていない、んです。意外とね、火力は出るよ。
ただやっぱり攻撃レベルなんちゃらとかつけた方が火力が出ました、結果的には。なので、見た目こそ派手で面白いんだけども、やっぱりスラッシュアックスはデフォの攻撃力も高いので、まあ属性上げてもって感じだったのかな。まあ一応ご紹介しておきます。これもなんかね、おかしな語跡ついてますけども、高速元元レベル3、毒属性強化、そしてスロ1が3つ。まあこれもおかしなですよね。装飾品は属性改心、属性改心、ひるみ軽減、属性改心、そして氷氷、まあ要はここのあれですね、ここのあれ5個のスロットで属性をマックスにするって感じです。まあちょっとね、今回5石っていうのがあって、100人が100人作れるってわけじゃないんだけども、いろんな装備を消化することによって100人とも作れる感じにしていきたいと思っております。でもう一つボツ案があって、これ、ね、技物レベル3、強化持続レベル3、匠レベル3っていう切れ味を維持しつつ、この強化持続で立ち回りも少し楽にしていく。ただこれにした場合、高速変形レベル2になっちゃったんだよね。このね、レベル2、まあレベル2になっちゃったっていうか、別にスロットで変えりゃいいんだけど、これがね、まあやっぱ高速変形レベル3ないと、全然立ち回れない。もう、そういう体になってたわ。本当にね、中毒スキルだね。なしで一回やってみて。全然できないから。本当に面白いぐらい立ち回れない。それでは、ラージャン実際に行きましょうかね。もう一つ、ちょっとおまけで紹介しておきましょうか。最初に言った回避性能レベル4の弱得レベル3。こっち作りたいなって人いたら、こっち作ってみてください。実際ね、回避できれば、こっちのが強い。それはそうだよね。だって回避性能レベル4は過剰かもしれないから。あ、レベル5は過剰かもしれないから。俺はもうレベル2でも全部の攻撃避けれずって人は、やっぱり弱得にそれを振った方がいいからね。さっきのは確か、オロミドオロミドだったんだけども、オロミド陣容にしてます。で、装飾品が回避、強化持続、強化持続、毒、強化持続、毒、毒って感じですね。で、スロット5石、5石に関しては全く同じのを使ってます。まあ、要は鎧だけ変わったって感じかな。でも今回ラージャン行くのは、こっちの武器の、クワフロスタンバ、氷にして、ゴリゴリ火力も出していきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。そういやさ、アニメのクールが変わりましたよね。もう4月になったんで。シャーマンキングがやるんすよ。やばくない？シャーマンキングやるって。このご時世に。だって俺が中学校とか小学校ぐらい、それぐらいの時に普通にやってたから、でね、俺大好きだったんすよ。めちゃめちゃ大好きだって、カードゲームとかもやってたし、ゲームもやったし、もうね、朝倉陽がかっこよすぎる。本当に。あ、ちょ、迷子。あーもうね、楽しみで仕方ない。よーし、頑張るぞー。ラージャン頑張るぞー。これ結局さ、俺の腕なんだよね、これね、見せ方というか。ほいほい、よいしょ。結局回避性能があっても、これは使えるときはしっかりと使っていく。で、陰り虫使いがあるので、できればあれを拾っておきたい。よいしょ、拾いたいけど、あっちなんだよな確か。ここ、はい、チャンス。はい、はい。で、もう一丁。高速剣を生かして。ほい、ほい。えぎやー、危ねえ、危ねえ。いや、いいね、いいね。回避性能全然使ってないっていうね。でも使うとき来るよ。ほっ、危ねえ。ほら。さあ、ゲージ溜めていきたい。やばい。よいしょー、これが回避性能よ。やばい。で、来るよ。抱きつき。ここいや、どうだこれが回避性能の力よ。タン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 楽しいね。あ、やべ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 、スラッシャージャー。ここからは尻尾狙わなきゃな。あー、ちょっと届かないか。やばい。おいしょー、来るよ、ビーム。おらいー。ここは尻尾行きたい。よし、ナイス。はい、オッケー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 。おいしょー、バックステップ、オッケー気持ちよく決まってるね。ほい、やばい。よし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 、順調順調。一応ね、緊張してんのよこれでも。はい、来るよ。せーの、よいしょー。切れ味下がったね。もうちょっと欲しかったな。ほっと。
おお、外した。さあここで怒るだろ。ここおお、シードイズだよ。フルでいく。おいしゃーここでスラッシャーじゃん、奇跡金。よしで、撃っとけ。よーし、いいぞ。マジ完璧に立ち回り。で、ここで。やべ、うわー、食らっちまったマジか食らっちゃったちょっとここは抑えて。よし、あぶねあぶね。で、威嚇するでしょ。ほいほい。よいしょ、あー、よぎれんかった。惜しいね、やばい。おー、怖え。あ、やばい、あー、ちょっと飛躍引く。おー、だめだめだめ耐性度あっても食らっちゃったね。あー、逃げたか、残念。よし、追いかけるぞ。ここのフィールドだとね、縄割れ争いが起きないんだよね。レイヤーが来ると縄割れ争いが起きるんだけど。さあ、怪力の種飲んで。そして、これ、かけるみち取っとくか。行くぜ、届けくそ来るよ、ほいバックステップ。あ、違う、行かず届け。よし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 。さあ、来る。よいしょー、マジかー、くっそー悔しい、早すぎた。おらやっべ、あー、危ねえおらいや、撃っとけ撃っとけ。さあ、まあ、そろそろ捕獲できんじゃない。で、一回スラッシャーじゃ。ナイス、回生のオーケー、ナイスターン。ちょっとくっついとく、優しくしといてるよ。オッケーで、怒るでしょ。あ、マジ、あー、しまったしまった。後半ちょっとあれだね、ドキドキしちゃってるわ。やめやめ、くれくれ、うわー怖えそろそろいけんじゃないの。やっぱ火力がちょっと足んない。よし、来た。お疲れ様でしたあー、もうちょっと後半うまく立ち回れたな。はい、5分49秒ですね。まあ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 、早めの方なんではないでしょうか。え、プロハントまではいきませんけども、ベテランハンターのベテラン力は見せれてるかなとあ、俺ね、ベテランだけど上手くはないからね。だいたい毎回こういう感じ。うん、やっぱプロハンって食らわないんだよね。で、回避性能レベル5ついてるからさ、絶対食らっちゃいけないんだよ。でも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 、そうなんていうの、心の余裕が全然違いますね。やっぱりその抱きつきとか回避性能なしでも避けれるんだけども、やっぱあるとないとじゃ全然違いますね。はい、ということで、少しでも参考になって、あ、この装備良さそうだなと思った方は、ぜひ作ってみてください。他にも動画上げてますのでね、よかったらそちらもご覧ください。それでは、また次回お会いしましょう。またね。